listening to Shibuya Cross FM.はい、皆さんこんにちは。僕たちがプレイスオーダーでーす。ということで本日も始まりましたプレイスオーダーによるビストロレディオということで2対21回目ということでよろしくお願いいたします。お願いします。やっぱりね、今月プレイスオーダー何があったかと申しますと、特大ニュースが飛び出してきました。はい、まず、ね、ユートの卒業発表ですね。はい、はい、改めてちょっとそのあたりのお話を聞けたらななんて思うんですけど、まあそうですね、その当日ね、ライブがあって、その当日の MC 中に初めて発表させていただいたんですけど、ね、およそ2ヶ月後の10月14日、こちらがね、あとまた後で告知すると思うんですけど、10月14日が、2周年の記念ライブということになるので、うん、そう、14が記念日やもんね、ほんまは。そう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 、そう、14日13にあるだけやもんね。うん、そう、うん、そっか、そうです、14日が記念、その日が、当日が2周年、丸2周年ということなんですけど、その日に、2年やってきたんですけど、ちょっと卒業させていただく形になりました。もうさ、ユートの発表のことやけどさ、うん、当日めっちゃ緊張して、ね、ライブあんまり緊張せえへんねんけど、うん、めっちゃ緊張してた、うん、ね、うん、もうそのことで頭いっぱいでしたよね、ライブやる前ね、うん、歌とかちょっと置いといてみたいな、うん、感じだったけど、俺はいつもライブ緊張するんだけど、特に緊張したね。緊張したよね、うん、てかさ、初めてじゃん、そのライブ中に何かをこうさ、なんかこう、うん、前もってこう卒業発表しますとか、なんか SNS とかで言うとかじゃなくて、ライブの MC で初めて発表っていうの初めてだったからさ、すごいなんか緊張、やっぱね、そういうライブの出だしって緊張するよね。言うと大丈夫かな、ちゃんと言えるかなとかさ、お客さんどんな反応かなとか、いろんな心配をしながら1曲目2曲目で覚えてないもん。じゃあ俺出番の横でさ、言うと緊張してるって聞いて、いやまあいやそんなにとか言って、俺の方が緊張してるけど、気持ち立ってんのよ全然そんな。でも寂しいやん、聞かされる方はさ、うん、だからなんかそういうなんかいろんなことの気持ちを考えると、なんかこうなんて言ったらいいんかなとかすごい思うけど、なんかいや緊張したよね。緊張した。じゃあどうやった？緊張しました。あとその後の方がすごいエモかったですね。うん、歌った方。てか泣いてたよな、発表前に。俺、うん？あ、だから最初の、うん、最初の方で泣いてたよね。知ってた？うんうん。三曲目？二曲目？三曲目？かなまてかネオかなんかで。ネオかな。うんうん、いや、いい歌だなと思ってうん、よく泣いちゃうので、まあ、泣けちゃうよね。わかるわかる。なんか俺もいろんなグループやってきたけど、やっぱりこう卒業発表とかは結構ネットで先に言われてたりとかしてたから、うん、そのみんなの前で改めて言うっていうことを経験したことがなかったわけよ、うん、だからなんか、あ、こんな感じなのねって、もう無視になった気持ちよねなんか卒業発表するみたいなこんな感じかって思いながらちょっとね見てましたねまあでもね、まだすぐ終わるわけじゃないから、まだ2ヶ月ぐらいあるから、ね、はい、まだね、届けするものをいっぱい届けて、いっぱいライブもできたらと思いますので、そのあたりも楽しみにしておいてください。そしてもう一個ニュースですね。先駆けアンダーグラウンドの MV が公開されました。よっ、はい、皆さん見ていただけましたでしょうか。先駆けアンダーグラウンドのミュージックビデオということで、なんか好きなとことか思い出のシーンとかあります？もうやっぱ、うん、あれじゃない、もうベティちゃん、大活躍ベティちゃん、うん、でも俺の好きなシーンやっぱカットされちゃってた。どこ、あのね、うん、どこ、ユーとか持ってるさ、うん、このなんていうのあれ、マドラー、マドラーじゃなくて、あれね、シャカ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 、ホイッパーっていうのあれ、ホイッパーっていうのあれ、ベティちゃんをホイッパーでこうかき回すみたいなシーンだったけど、ちょっとなんかアウト、アウトかなと思ってカットさせていただきました。それだけさ、逆にさ送ってきて、ねえ、うん、昨日映像を見直してたんよ、先駆けアンダーグラウンドミュージックビデオの、うん、ねえ、そのワンカットバージョンを見てたの、そのテーブルぐるぐる回るバージョンと、うん、一発ギャグをひたすらするバージョンを見てて、あ、公開できるかなと思って見てたんだけど、うんうん、ちょっとどうしようかそんなみんなが、みんなが見たいって言ってたら公開するから、ちょっとチラッと載せてみようかな、チラッとぜひ載せてほしいね、うん、好きなシーンとか見てほしいところとか、俺は自分が札束をこうやって抱えてるところが好き、スピーカーのごとくねそうそうそう、 あとお札拾ってるところね、みんなで、俺の後ろでね、そうそうそう、あそこが好きです。いいよね、お札が好きってことか。そう、お札が好きです。金が好きってことか。はい、大好きです。ゆずはどう？あ、そうですね、まあ、かっこいい MV、うん、かっこいいというか、なんかチャラいというか、イケイケな感じの MV になったから、今までとはなんかジャンルが違う感じがして、うん、なんか、うん、好きですね。いいよね、みんな漏れてたし、しかも、うん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 、
ていうね、今回の2つともゆうとが漏れてんのよ。あ、そうだね、うん、うん、漏れてる。いや特に次出る、大好きさ君がじゃない、爆発してる、爆発してる、あれほんまに自分でも何回も見てる、作っておいて、うん、なんでちょっとそのあたりもね、22日かな次公開するの、ね、そうだね、はい、あさってか、うん、はい、楽しみにしておいてください、はい、ということでじゃあね、皆さんお待ちかねだと思うので今日のゲストを呼んでみたいと思います。もうね普段からすごい仲良くさせてもらってるんですけれども、やっとねゲストで遊びに来てくれてとても嬉しい、プレイボーズ皆さんです、どうぞ。イエーイ、どうぞ。あ、どうもこんにちは。テンション高いのか低いのか、どうもどうもこんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ちょっと初めてだけど、めっちゃ緊張するぞ。カメラがここにも、ここにも、ここにもあるから、あ、いっぱいカメラだ。そうなんです。じゃあ改めて自己紹介の方お願いいたします。はい、いつも通りでいい、はい、いいですよ、うん、俺たち野球がコンセプトのメンズアイドルグループプレイボーイズでーす。よろしくお願いします。いいね、いいね、いいね。さっきあのカンペで、あのまさひと君かっこいいって出してくれたから、おー、今ピンク髪、あ、そう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 、出してくれたからちゃんと、え、なんかすごいすごいさんみたい。ありがとうございます。まあちょっとね、はい、改めて、まあ、僕たち仲良くさせてもらってますけれども、はい、改めてプレボさんのみんなのこと知れたらなという気持ちで今日は挑んでるんですけど、まずグループのコンセプト、はい、まあ、先ちょっとちらっと喋ったけど、あ、もうめっちゃ言ってるんですけど、うん、はい、もう野球です、コンセプト。野球、はい、みんなは野球が好きなの？はい、好きですよ、はい、あれ野球大好き、うん、好きだよね。これ自分たちで決めたコンセプトってこと？はい、そうです。そう、違います。ちゃんとしたことよ、ちゃんとしたことよ。ちゃんと言って。あ、じゃあスイ君、グループのコンセプトは、はい、いや、もう言った言った。野球なんですけど、うん、でも監督がね、あのうちの運営の監督、はい、監督って呼んでるんですけどね、っていう監督さんがいるんですけど、はい、野球大好きで、あの一緒に野球チーム作ろうっていうところから始まる。あ、そっから野球になったんや。そこなの最終目標？違う、野球チーム作る。知らないんだけど、それ野球チーム作るっていう話と僕は聞いてるけど。あ、そうなん。最終的にメンバーどんどん増えてって。そうですね、野球チームがだいぶ足りないですけどね、まだね。そう、まだ今ね、うん、フットサルもできない、ね、そうよ、4人しかいないから。9人、9人最大9。じゃあ、あと5人、あと5人、あと5人ね、募集中です。募集中。大状態。でも結構みんな楽屋でもさ、ワイワイガイガイしてたから仲いいよね。え、うるさくないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？正直うるさかった。おーい、うるさい。ちょっとやじゃん、楽屋で。ちょっとやかましいですけど、ね、でも俺たちってほんとさ、なんか対バン相手でもさ、そんな仲良くできない。いや、ちょっと陰気発揮してるんですよ、うん、っていうか違うですね、話しかけられない。ってなんかうちらからしたら、ちょっと上のさグループって感じせへん？いや、何がですか？いや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 、それは嘘で、敷居が高いグループだからさ。どういうこと？分かるやろ。分かる分かる。どういうことですか？しっかりしてるグループって感じするから。監督がしっかりしてるけどってことですか？あ、そう。だからなんかちょっとこう、あ、僕たちみたいな人が話しかけたらあかんなみたいな。監督が怖いだよ、俺マジで。みんな思ってるって絶対。だって蓋開けたらこれですよ。蓋どうですか？どういうこと？どういうこと？俺それは俺も水を刺してない。今でこそさ、こうやって仲良くなれてさ、うん、あ、こういう感じなんだってさ、うん、もうもちろん監督ともさ笑いながら話せるけどさ、うん、最初監督めちゃ怖くなかった？まあまあ、確かに見た目がもう無活みたいな。圧はちょっとありますね。それはある。それもいいとこやんな。ね、まあそうですね。やっぱり僕たち緩いとこ緩んじゃうんで、うんうんうん、ピシッと締めてくれる。たまに普通に喧嘩してるよね、監督と。喧嘩っていうか、まあ言い合い。普通に言い合いしてるよ。まあね、意見が、そう、お互いにね、そう、意見言ってる。言わないと気済まないタイプの人がいる。後ろ見て。怖い、やだ。そう、ああいう、やっぱ圧に負けないためにはね。そうだね。そう、うん、バトルしてからでね。そうなんですよ、やっぱ。みんなオフの日とかは何してるんですか？オフの日何してます？結構でも謎かも。うん、何してる？確かにみんな知らん。オフの日は。いや、遊ばない。メンバーどうして？いや、ないよ。たまにちょいちょいぐらい。いや、わざわざオフの日には。って感じ？普段会ってるしみたいな。うん、まあ、確かに。一歩も家から出ないっす。インドは？インドは。いや、ま、割とみんなそうかも。僕もそうですね、家にいますね。家ですね。ゲーム配信。ゲーム、配信はしないけど、ゲームしたり、アニメ見たりとか。まあそんな感じです。日に焼けちゃうんでちょっと嫌かな。てかめっちゃ焼けそうやもんな、うん、でももう黒いじゃんすでに。おい、これから白くなるんや。いやでもさ、じゃあ一緒に来たけど、よ、俺日傘さしてたのよ。そしたら日傘なんてさしてんすね、男なんて日に焼けてなんぼっすね。言ってたから
ね、表向きの顔と全然違う、裏で日に焼けてなんぼっすよとか言ってるポッケに手突っ込みながらねとか言いながらシュウ君の日傘ちょっと貸してもらう確かにどんな感じなんすかとか言って後ろのお二方はでも同じ感じかも、結構メンバー4人ともあんま外出ないよね、まあ、でもトモヤくんが強いて言えば、まあ、まあでも一番なんか健康っぽい、うん、外でそうですね、僕が一番多分この中で一番多分活発な方が、まあ、そう、意外だよね、だってほんまにあの夜中にピッてご飯食べようって呼んだら来てくれんねんで、あ、そう、一番だからふっかるなんですよね、意外とね、こう見えて確かに来てくれんのみたいな、あのなんかよくチャリっぽいえそんなことない、そんなそんなことないんだよね、何なんなの別にチャリあーまあまあ確かに確かにチャリこいで自分行ってみたいな、いいね、だって僕以外朝起きてないですからね、みんな嘘でしょ、いや、これにはちょっとあれ理由がある、何何何夜遅くまでゲームしたりアニメ見る、見とく、あ、うん、起きれない生活の時間のあれが違うよね、あとライブとかあると割と夕方だったりするじゃないですか、うん、そうすると朝から起きてると、うん、もうなんですか、結構力尽きちゃうんですよ、うん、ライブ終了的には眠くなっちゃう、まあね、それはわかる、だからそこに合わせると、うん、そうなるというか土場の生活になるわけじゃない、そっちになるともやぐらいですよ、本当に朝、うん、めっちゃ規則正しい、9時とかに、そう、朝9時とかに起きて、うん、12時とか1時には寝る、え部屋綺麗そう、いや綺麗です、てか何もないです、家、あーなんかイメージできるわ、なんかイメージ通りだと思う、イメージ通り、イメージ通りだと思う、だから大体4人のこう LINE のグループとかでなんか決め事夜しなきゃいけなくて、うん、すると、ね、寝てねえ、絶対ここが起きてて寝てるか一人だけ起きてるみたいな、うもう合わない、合わないどっちかしかないね、なんかすごいね、でも全然面白くないプライベート過ごしてるね、うちらねなんかさ、なんかその美味しいご飯屋さん行ってとかさ、うん、なんか洋服買ってとかさ、オフの日だってインドア、アウトドアかな、あでもなんかおしゃれだから服とかいっぱい買いに行ってそう、カフェとか行くよね、あたまに、うん、すごいカフェに行くのジョーが俺、うん、オフの日おなんもない日はマジで家で気絶してます、だからそっちタイプですみんな、よくないね、よくないですね逆にマサイシト君俺もう超活発やで、何するんですか、俺も普通にどっかなんかなんかやってないかなとかどっか遊び、あよく遊ぶイベントとかなんか、でも休みや昼からのも誰が誘おう、昼から、うん、超元気すごい、飲んでるイメージあるかも、そうで誰もいないと、本当に誰もいないと俺に連絡返ってた最終手段なんだで、俺が空いてるから行くよ、だから多いのよ、本当に最後の最後の、もう最後の砦みたいな最後の最後マシューみたいな言われてでもまあそんな感じよね、そうですね、ありがたい話です、なんかどう、メンバーごとに決め事みたいなあるの、あります、決め事グループでの、グループ活動する上でなんだろう、いやでも決め事というか、うん、なんだろうこの、ね、モチベみたいなのを、ね、保つために月一で、うん、今月お疲れ様みたいなかやってんの、一応やるようにやるよ、いやでも大事だと思う、でも最近できてないんですか、最近ちょっとね、うん、合わないというか忙しくて、うん、それそうなってくやん、そうやって理由つけてやらんかったらどんどんやらくなるんで無理にでもやった方がいい、無理にでもやった方がいい絶対、でもそれで言うと最近ちょっとその波あるよね、あそうなんかそう、うん、あんま無理やりにでも作れてない、あちょっとここ時間ないな、そう、まあいっか、うん、みたいな、そうやろ、ほんで億劫になってくるね、それがだんだん、うん、それが今のうちたちいやいやまずい、まずい、俺らは前ねディズニー行ったり川下り行ったりしてたよね、うん、そう、そうね、遊ぼうってやったけど、そうそうそう、なんか忙しいね、忙しいね、忙しい、あれその企画どこに行ったんっていう、なくなったね、確かに、でも結構さ言うよね、うん、楽屋とかでも、うん、なんかそれこそバーベキューしようとかさ、うん、海行こうって言ってるんですけど、言うは言うんだけどね、そうそう、なかなか でみんなでカレンダー見て、うん、気づいたその話終わってる、そう終わってそう、あ無理か今月もって、うん、無理そうだね、まあ、最近バーベキューの話出してないもんな、出してない、ちょっとなんならちょっと言いたくないぐらいだね、行きたいは行きたいんだけど、そうね、でも9月になったらさクラゲが出てきちゃう、勝負日に、あそうね、うん、バーベキューができるグランピングとかをさ、こうある店に行けばいい、ああそう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 、免許持ちがここ3人いるんで、えそして俺らも行きたい、え一緒に一緒に行きましょう、じゃあそしたら免許持ってる人が4567、いやうちら持ってない、俺持ってない、ええ持ってるよ、あ、じゃあ3、あ、3、じゃあ6、そんなに車借りないでいいやん、2台6人免許持ってるから、いいんだからさ、だからみんなで運転回していける、うんうん、確かに、いやいやしたい、いやね、したいしたい、めっちゃ気持ちはあるんですけど、なんか、うん、なかなかね、うん、そうそうそう、わかるわかる、でもみんなだってインドやからほんま行きたくないやろいや、そんなことないっすなんかね、そんなことない、前々はすごい行きたい、うん、今はすごい行きたいけど、うん、なんか近づいてくると、うん、
まあ、めっちゃ一緒。俺予定立てるの嫌いだよ。そうなんですよ、うん、なんか結構ノリで行きたいんです。あ、そう超一緒。割と予定1週間前、2週間前ぐらいにここってやっちゃうと、その時はいいけど、だんだん近づいてくると、そうね、奥なんか試験を待ってる気持ちなのよ。そうなんですよ、うん、絶対行かなあかんねん明日これとかなってくるとすごい嫌。ノリで行きたいっすね、うん、めっちゃ。じゃあそういうキャンプとかバーベキューは向いてないわ。なんかそういう予約せにゃいけんから。確かに確かに大型の企画になってくる。だから雨降ったらいいのになって思ったりするもんね。でも明日ちょっとワンチャン雨降んないから。いや、わかるそんなことない、ごめん、嘘嘘ついた。結構ついた。え、でもついぐらい、そう、ついはなんか話すことによって、うん、で行った気になってる、もう。あ、もはや。あ、それはあるかも。そうやったやったんで、あれしてこれしてみたいな人は絶対楽しいよねって終わる。それの連続かな最近はね。確かに、うん、まあ、でもちょっと行けたら行こう。そうですね、行きたい。でも暖かい時に行きたいな。寒いとなんか嫌になっちゃうから、ね、もうちょっと後でみたいな。涼しいぐらいが、涼しいぐらい。じゃあ10月とか、うん、10月なんかしよう。そうですね、うん、もうそれ流しそうめんしたい。竹流しそうめん作るの、うん、竹から。なるほど、ね、DIY したい。大変だよそれ。でも夏関係ないな、 DIY したいだけだから、ね、じゃあそんな流れでうちらの曲でも一曲聴いてもらう。はい、おここでまずは1曲聴いてもらいましょう。僕たちのアルバムファーストオーダーより、4。僕らが歩いてきた道、笑っちゃうけどいいことばかりじゃなかったな。力かけたあの夢の続き、見えなくなってしまっても、あなたなら大丈夫よと明日も僕のこと支えていて、いつかなくなる。
ありがとうございます。ありがとうございます。すんごい踊ってくれてたけど、はい、うん、そんな歌ではなかった。あの、そう、確かに。でも好きです、プレイさんの曲。ありがとうございます。めっちゃいい。嬉しい。ということで、まあ、僕たちのこのラジオなんですけれども、ビストロレディオということでトークメニューというものがありまして、メニューをこっそり用意させてもらってます。今日ちょっと仲いいグループやからということで、まあ、トークメニューっていうほどでもないねんけど、ちょっとミニゲームをいっぱいしたいなと思いまして、はい、あ、いいですね、いいですね。持ってきました。まずはグループ対抗、これって何の略クイズ。よいしょー。ファン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 ということで、僕がちょっとね、略されてることは略語を言いますので、はい、そのリズムに合わせてその略されている正式名称を言ってください。ちょっとゆっくりね。なるほど。ドラクエ、ドラゴンクエストみたいなのを感じで、こう交互に交互にやっていきます、はい、なるほど。なのでちょっと一人ね選出してほしいんですけど、じゃあ田さんが、じゃあ、はい、頑張れ。青いスイカ、青いスイカ、このゲームうちらからはユートが行くので、はい、とんでもない対決ができるかもしれない。いい勝負が見えてるこれ。超ラリー、超ラリーになるか。超ラリーができたら、うん、超すごい。確かに、うん、勝つよ。よっしゃ。これ1回でもさミスったら終了。1回でミスったら終了。頑張ります。勝った方には、勝ったチームには、僕からスタバを、おお、ちょっとチームに汚れば、あ、絶対勝たなきゃ。頼むで。じゃあドリンクと、それはシナモンロールね、うん、それは自腹で払って。、うん、よしよしよし、頑張ろう。いきますよ、いきますよ。あ、どっちからいく、どっちからいい。じゃあ先行じゃんけんしよう。先行、後攻、待って待って待って、それ何。先行、最初はグーっぽい。諦めた。どっちがいい。高校で。高校、うん、じゃあ推薦高で。じゃあいきます。それしかないな。じゃあいきますよ。はい、一発でいきます。せー、待て、リズム、リズムは、これから、いくで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 。スマホ、パンパン。スマートフォン、トンポン。パソコン、パソコン。え、パンパン、パンパン。ごめん、もう一回。リズム感、リズム感、ちょっとリズム感の方、リズム感の方、パンパンの方。パンパン言わなくても別に。今考えれてるから。ああ、鬼だったよね。もう、これ言うとかね、言うとかね。もう一回そう、今ので。新しいの、新しいの。エアコン、パンパン。エアートコンルーム。残念。難しいね。むずくない？難しくないでしょ。難しくない。全然難しくないでしょ。いや、わかるよ。エアコンディショナー。エアコンディショナー。部屋何？部屋、エア、エアコンディショナー。あ、エアーでコンディションと。エアーでコンディション。あってる、あってる。へー、あ、そうなんだ。エアコンディション、エアコンディション。聞いたことあるか。絶対、初めて聞いた。わかんない。何、ジェネギャ。確かに、ジェネギャ。言うのにね、どこでジェネギャ感じてんの。エアコンディションないな。これ何回でき、何回もできそうやな。いや、全然いけそうですね。じゃあ0対、あ、違う、1対0だよね。1対0だよ。よし、じゃあ次、変える。ちょっと誰か人変えます。全然あるんじゃん、これ。確かにいけそう、ね、ほぼ不戦勝みたいなもんね。いや、お前です。確かに、スマートフォンって言うの。スマートフォンって。じゃあ、ジョー行く。はいはい、行くよ。できて、どっちからすか。じゃあ、じゃあいいっすよ。あ、トモヤから。はい、行きます。学割、ポンポン。学生割引、ポンポン。高校、ポンポン。高校。お、なんでなん。え、高校、高校、高等学校、高等学校、高等学校。え、ちょっとそっちは、え、大丈夫、大丈夫。何もしてないよ。何もしてない、本当に。なんて言ったんだっけ。学生割引。学生割引。俺、学生割引のストレート勝ち。全然学生じゃないのに。お、誰が学生じゃない。お、誰が学生じゃない。全然学生じゃないのに。学生じゃない。気持ちは学生だ。あ、学生割引。難しいの出して。難しいの。え、じゃあどうします。メンバー変えますか。またあ、じゃあ資材いってみよう。これいける。大卒なんでいけますよ。あー、これいけるわ。出た、大卒じゃけん。頼む、頼むよ。いくで。はい、せーの。通販、ポンポン。通信販売、コンビニ、コンビニエンスストア。アクキ、アクリルキーホルダー。コラボ、コラボレーション。お、いい、いいラジ。カーナビ、カーナビゲーション。いい。アナ雪、アナと雪の女王。いけてる、いけてる。プチプラ、プチプラ。プチプラむずいな。プリクラのこと。違う、そもそもプチプライス。そう、プチプライス。おっしゃ。安いもの、安いもの。そのプチトマトみたいなやつ。メイク、プチトマトみたいな。出るよな、プチプラ。プチプラね。ほら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 。女の子だ、使わない。ジェネギャ。ジェネギャ。その言葉使わないっす。そういうのは関係ない、それ。あ、そうなんですか。そうなんですか。あ、でも
勝ちは勝ちだよな。勝てないよね。だって2対1だからね。2対1って負けなんだこれ。ラストの1対1。じゃあもう一個いこうか。ちょっとでもこれがちょっとこの辺難しいね。ゆうとりちゃんリベンジする。あ、俺じゃあ先します。先に行きます。あ、先先行で。はい、行きます。行くで。はい。携帯。携帯電話。おう。コミケ。コミュニケーション。違うよ。違うよ。コミケってあのイベントコミックマーケットか。そう。うわあ、そうだ。ほら、いいじゃん。2対2。2対2。2対2。延長戦、延長戦。じゃあ、全然何も言ってないから、もう一回言うよ。もう一回言って。全然何も言ってない。まあそうだね。まあでも勝ちは勝ちだからね。違う、今2、あ、脳天だから。でも難しいのしか残ってないで、ちょっと。いけする？ちょっと頑張ってみようか。リズムやめてみる？あ、でも早押しみたいな。あ、そう、早押しする？早押し。あ、いい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 。いやいや。どこピンポンすればいい？いやもう言う。わーって言っちゃった。あ、わーって。スマホ、スマホ。あ、そうそう。はいはい。じゃあ行くで。はいはい。フリーター。フリーター？フリーター？フリーター。フリーター。フリーター。フリー。何の略でしょう？フリー。フリー。フリー。フリーター。何の略でしょう？わかったわかったわかった。フリーターキー。可愛い顔するの無駄です。これメンバー内が答えても1ポイントですか？メンバー内で答えても1ポイントでしょ。じゃあチーム対抗にしよう。チーム対抗ね。フリーアルバイト。正解。あ、そうなんだ。あ、やっぱそう。さすが大卒や。ジェネギャですね。そっちか。そうですね。いただきます。サブスク。はい、サブスクリプション。あ、いいね。うわい。イエーイ。イエーイ。ソシャゲ。はい、ソシャ。ソーシャルゲーム。あ、そうか。言ってんのか。はいって何？はいって言う。言っちゃえばいいのか。そんなもんかな。ってことで勝ちってこと。ぬるって終わった。ぬるって終わったけど。じゃあ次の撮影会あるときにはみんなスタバ持ってるわ。いいですか？やったー。ホットコーヒーでいい？ホットコーヒーでいい？アイスコーヒーかい？暑いから。どっちかというと。ホットコーヒーだね。コーヒー麦茶で大丈夫。麦茶。スタバで麦茶売ってる。暑い。まだ遊べそうな気すんで。お。まだ遊べんで。まだ遊べんで。あと5分ぐらい遊べんで。お。あと5分ぐらい遊べます。使ってないの使う？じゃあ。あ、みんなで考える。じゃあこれは簡単やね。あ。じゃあリズムでいこう。うん。あ、いい。いいよ。誰が行く？ちょ。強いから行って。強いね。やったとってさ、別に俺がスタバおごること変わらないんだ。もう確定してるんですけど。そうだ、時間、そうだ。じゃあしずや君スタバかけてやればいい。あ、じゃあだからこれで勝ったらしずや君が負けたらしずや君の分はなしで。じゃあ出たくないやけど。じゃあ嫌なんやけど。いやいや、そこはやっぱただのギャンブルやん。いいじゃん、いいじゃん。でも勝ったらあのシナモンロールもつけるわ。じゃおお、やった。頼む頼む。シナモンロール食べたい。あと残りの全部答えられたら、残り答えられたらシナモンロールエクストラステージ。オッケーオッケー、いけるいける。のために頑張るわ。ちょっと頑張って、それ食べたいシナモンロールね。エクストラステージ。はい。やす。棚ボタ。棚からボタ持ち。おお。スーパー。スーパーマーケット。おお。パリピ。パーティーピーポー。学食。学生食堂。100均。100円均一。おお、すごい。イメチェン。イメージチェンジ。アニメ。アニメーション。読モ。読者モデル。おお、調子。ギャラ。ギャランティー。やったやっぱ頭いいわ。すごい。そんなそんな答えると思わなかったね。一応これからちょっと俺大卒って言われるな。ずっと言われてたけどね。もともと言われてたけどね。やったー、やめたー、山分けだー。次の問題に答えられたらこれが全部倍になるけど、でも答えられなかったらゼロになるけど、どうする？ミリオンになるみたいな。挑戦しますか？挑戦しませんか？いや、しません。すごい堅実な。堅実ね。堅実にしないのね。いやでもすごいわ。いやすごいすごい。あのほんまにあの後で好きなやつ言っといて。やった。ストロベリーのやつやろ。はい。うん。でホイップ多めでチョコチップ。あ、メモしてもらっていい？覚えられない。覚えられへんから。そんな急に言われた。じゃあちょっとこうなってね、買ってるプレボさんから一曲振りしてもらいましょうね。はい。じゃあ
プレイボーイズで、新曲スーパーサマーです。お願いします。ありがとうございます。めっちゃ可愛い歌、もうめっちゃ夏っぽい曲です、ね、いいやん、ね、めっちゃお気に入りです。曲中 踊ってこう泳いでるんです、ね、そう、泳いでます、クロールします。野球やのに水泳やってんの、水泳部になります、その時だけ。そうです、はいはい、お気になさらず。いい、ね、バク転もすんねんな。あ、そうです、うん、水泳もして、バク転もするとか。水泳もして、バク転もして、水鉄砲も使って、野球も使って、水鉄砲も使って、盛りだくさんだね、はい、夏のこと負けてられへんな。そうですね、うん、うちらもちょっとダンスでバク転誰ができひんのかな。バク転ゆうとくんじゃない、でも一番できそうな。できないよ、できないどういうイメージな俺、練習もしてないのに。でも すごい勝手なイメージ、まさひとくんが一番できそう、確かに、なんか、うん、すごい動けそう、うん、じゃあやろやろうかな、でできるもん。練習したらできそうじゃない？なんかあのなんかさ、ハイバズさんがさ、うん、ワンマンでさ、はい、なんか練習風景みたいじゃん、うん、あれ見ながら、あ、俺ちょっとできそうかもって思いながら見てたけど、じゃあできる、じゃあできる、なんか習ったらね、うん、うん、習ってみたいな、うん、まあ、見てますけど、
言うてますけれども、もう一個言ってますけど、特命でございます、はい、やっぱプレボさんといえば野球をテーマにと、そうです、ね、散々おっしゃっていたので、はい、ヒデ君はね、野球やってたよね。はい、そうです、僕やってたんで、ただちょっとこヒデ君がヒントになっちゃうからちょっとあれんだけど、ちょっとまあ、そう、野球のことをどれぐらい分かってんのーっていうことで、イエーイ、プレボさんね、ん 野球についてのクイズ、ちょっと持ってきました。はい、で歌のこと、あの歌にまつわる野球のことなんで、これはやっぱりね、歌ってるってことは、うん、知ってて歌ってる、知って歌ってるんでしょって、もちろんですよ、はいはい、みんなはさ、分からんかもしれへんやん、うん、だからここで一緒に行くと学べたらどうかなって、こんなこと言ってんだな、歌詞でみたいな、そうそう、この歌詞どういう意味やったん、うん、これ結局みたいな、うん、教えてあげましょう、分かると思うよ、この人はその歌詞分からんかった、調べて、そうだよね、こういう意味ね、そりゃそうだよね、そう、みんなやってましたもん、うん、だからみんな知ってる、うん、みんな知ってるから、うん、全問ね、スイ君に答えていただきたいなって、まあもちろんもう全部もう入ってますから、頭に、はい、そうやな、もちろんもう2年もプレイボーイズの曲歌ってますから、そうだね、それはもう野球のことも一番分かってますよ、僕が、じゃあちょっと行こう、簡単ですから行きましょう、そもそもダイビングキャッチってどういうキャッチの仕方？スローも、あー、ね、ダイビングキャッチは、ダイビングキャッチはもうとにかくダイビングをしてもうバーンってやってキャッチする、だからもうボールに向かってとにかく飛んだり走ったりするっていうのがダイビングキャッチ、そう、何？ハハハハ、スーが言った正解なんだよ、何も言ってないけど、そうそう、独特な、まあまあ、伝わったわ、伝わったけど、うんうん、そう、ダイビングしてキャッチするっていう、そうそう、そのまま頭の方から飛び込んで、あ、そう、そう、正確に言うと頭の方から飛び込んで、いやもう答え言った、そうだね、ずるいな、同じこと言ってたになります、聞いたいことはそう、正解だね、そうそうそう、じゃあ、まあまあまあ分かってたよな、分かった、はい、うん、もちろんですよ、ね、はい正直ここも怪しいっす、そうそう、ここがちょっと結構ともやくんはなんかね、知ってる顔してね、知らないこと多いんですよね、こいつ知ったかぶりだけうまいんですよ、ね、好きだけ知ってるけど、ヒデほどではないみたいな、普通にもちろんプロやもんな、僕は、いやプロはちょっとそれはちょっと公の場で言えないですけどプロ行くか、アイドルになるかでアイドル取ったやな、うん、すごいじゃん、そうですね、うん、大谷翔平と並んでたとか、そうそうですね、うん、あのすげえちっちゃいですけど、多分並んだら、ね、すげえちっちゃいけど、はい、じゃあブロックサイン、おブロックサイン、これ、ね、ちょうどいいんじゃないか、うん、これはどういう行為のことでしょう、なんでこれシーが答えんの、一旦頑張ってみてよ、うん、ブロックサインは味方に対して、うん、その相手の敵に、うん、その自分たち の、うん、その作戦がバレないようになんかボディで、あのボディそのボディでそのあの送るサインを、ボディサインをする、だから、まあ、あのじゃあブロックって何よ、そのブロック80点ぐらい、ブロックサインのブロックって何よ、もうちょい、あ、だからガード守りのその、うん、あのサインをボディで示す、ファイナルアンサー、イエス、ファイナルアンサー、じゃあトマヤ君も言っとく、ブロックサイン補足あるなら、今の補足あるなら、いや、全く同じ分かってねえな、え一言一句同じかもしれない、分かってねえ、逆に違うんかなって、まあ、惜しい、もうちょっと穴がち間違ってはないけど、あの帽子とか触るやつ、あ、そう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 、あれそうそうそう、あれブロックサイン、ブロックサインの、ブロックサインのブロックってどういう意味よ、分かんないようにする、相手に分かんないようにする、違う、え、それは全部のサインそうじゃない、そうそう、全部のサインだけど、ブロックサイン、なあ、な、要するにこうてててれてれててれ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 、ブロックサインの歌だよねこれはね、そうですそうです、まあどういう風にして相手にこうバラないようにするかっていうのがブロックサインの、そんそこもうちょっとなんだけど、もうちょっとだよ、もうちょっと、もうちょっと人、あ、分かった分かった、あのバントとかストライクとかのあの何を打てとかを指示してる、それはそうなんだが、それはそうなんだ、それはそれはそう、ブロックっていう、ブロックは何なのっていうこと、あ、そのブロックっていうのかってこと、レゴブロックではないね、だから、いや、そう、でも体、はい、違う肉とかのブロックとかあるやん、 V、 あ、V、 だからミート肉を英語にしただけね、そっちは英語にしたんや、あの、胸肉とかもも肉ってか、あるあるある、あ、美味しいよね、美味しいよね、何肉が一番好き、それチキン、あ、美味しいよね、話ずれてる、ハンバーグ大好き、正解は監督やコーチから選手に向けて指示を出す方法、相手チームに作戦を見破られないように複数の動きを組み合わせたブロック塊ですね、複数の動きを合わせてサインをすることからブロックサインと呼ばれていますが、が複数のサインではなく一種類のサインで伝えることを何サインと言うでしょう、
僕はわかりますよ。わかるよ。あるんだ。そのあ耳タブだけとかさ。そういうのあるんだ。ありますあります。もう耳タブだけとか。もうえじゃあバレちゃうじゃないですか。まあ要するに単純な一瞬一瞬サインこういう感じ。ウィンなんとかサイン。なんとかサイン。ストレートサイン。ミニマムサイン。ああでもまあそういうことだね。ワンサイン。まあその一瞬みたいな意味です、ね。一瞬一瞬のサイン。チョンチョンサイン。モーメント。モーメントモーメントモーメント。モーメントサイン。あでも近い近い近い。いい近い近い。いい方向いってます。ジャスターモーメントサイン。長い。かっこいいな。一瞬かっこいいな。ジャスターモーメント。ジャスターモーメントだけど。一瞬やろ。もっと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 こうもっともっとパッパッパッジャストサインフラッシュフラッシュうわーすごーいようこそプレイちょっとうちで出してよ正解そうよ野球のグループなんやフラッシュサインじゃあ次いきます。これでねおもろいこれだねグリーンライトあついわかるこれわかるよこれはねどういう意味グリーンライトはあの球場にあのちょっと待って、ほんまに分かってる？もう違うな、多分。だって、触りスイーツめっちゃ触りして耐えれるヘミスターグリーンライの曲歌ってるんですよ、プレイボーイズ。どういうヘミスターグリーンライその時に監督に教えてもらったのは、あの芝生のグリーンの色とあと球場のこの光あのライトがあるじゃないですか、大きいがその合わさって、その緑が光ってるのがグリーンライトなんだ。あ、緑と光でグリーンライト。そうそうそう。その球場が分かる？光ってる。絶対監督さお前そんなこと言ってねえぞって言われるよ。言うな。グリーンライトだ。そしたらミスターグリーンライトがさ、うん、もうただの緑の芝生のライトの人なんだよ。うん、ってことだと。じゃあヒントはミスターグリーンライト。ミスター。そうミスターグリーンライトなんでこのグリーンライトはどんな人よっていう。あじゃあボーイ。なんかまあまあ、ちょっとグリーンライトマン。グリーンライトマン。グリーンライトマン。あ、そうだ、わかった。じゃあ、あのさ、芝生整える人じゃないそんな歌歌ってんの。あ、わかった。審判。違う。うん、なんだ。あ、じゃあ、あの、レーン引く人とか。わかる？レーン引く。選手は選手は、その、なんて言うんだろうな。まあ、ホイ。ホニャララをしていい。ホニャララホニャララをしていい。いいよっていう状態のこと。ホニャララをしてもいいっすよ。ほにゃららしていいっすよ。グリーンライトってそうあの信号多分その青信号みたいな多分そういうことそっち系のなんかいいよっていうオッケー己で多分来てるグリーンそういうことだから答えなんですか。答えは盗塁できそうだったら盗塁してもいいですよっていうことサインとかじゃなくてそういう感じなんだ自分の判断で行っていいよっていうあ、そういうことなんかあ、そういうことかあ、だからあれすごいちょっと待ってすごいそれすごい2年歌ってる、2年歌ってる歌詞深いね深い自分次第さ、行こうぜ、そういう意味自分次第で行っていいよ皆さん、そういう意味だそうです恋人が多い人を盗みに行きますよって言ったのえ恋人が多い人を盗みに行きますよそういう意味ではないんじゃないですかそういう略奪愛とかじゃないめっちゃ違うと思うめっちゃ爽快な曲なんでそうですよ。なるほどね。だから前向きな曲なわけですよね。そうそうそう。そういう言い返してる比喩みたいな。あ、じゃあミスターグリーンライトっていうのはそのミスター奪う人ってこと？そうだね。盗塁してミスター盗塁マンってこと？でも盗塁ってことはやっぱり盗あの裏でコソコソしてもいいよってことやんな。そういうことではない。すごいネガティブに捉えると。悪いふり。じゃあ裏でラインとか蹴ってそんなことはない。自分次第で。自分次第で。自分次第で何でもいいよ。ちょっと今後ミスグリとかあんまりめっちゃそれ頭に残っちゃうからそれ。そう聞き方変わってきちゃう。もうちょっと表向きな感じの。歌詞出てきます。チェンジアップ。ほう。チェンジアップチェンジアップ吸収じゃないのそうラップの時ねああ言ってるありますありますはあ吸収チェンジアップ吸収どういう吸収吸収とはえ吸え変化球の一種じゃないチェンジアップおおどういうってことあまあでもまあ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 合ってるじゃあまあまあ合ってるどういう球よチェンジアップ落ちるもう一声ホップもう一声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 チェンジアップチェンジアップ落ちるは落ちるんだけどでもチェンジアップの後にツーシームって言ってるんで多分それが関係あると思うんでそれはないかなないと俺が良かった思った思ったない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 あ引っ掛け引っ掛け引っ掛けやっぱないよねやっぱないよね引っ掛けでもない俺今落ちるだけじゃダメなのつ何もう一個落ちるだったらフォークでいいじゃないですかグンと落ちるそういうんじゃない相手のバッターのタイミングを外すためのほにゃららな打球チェンジアップあ、チェンジアップわかんないずっと言ってたよ、チェンジアップってあ、とか言ってたけど
チェンジアップ。チェンジアップ。答えは相手のバッターのタイミングを外すための遅い打球。遅いんだ。フォークは遅くないの？フォークは割とストレートと一緒の。あ、落差が大きいんだろ。じゃあスローボールの落ちるバージョンがチェンジアップ？まあスローボールですね。すごいつまんなそうな顔してる。ふうみたいな。チェンジアップ。そうです。2年プレボしてそれか。フォークより遅いんだチェンジアップ。フォークより遅いです。じゃあちょっとこれ関係ないんだけど、まあ売り子のお姉さんこんばんはと歌詞に。あ、言ってる。ありますよね。ありますね。はい、売り子のお姉さんは約何キロのビールサーバー持ってるでしょう。え、あのサーバー？そっち側ね。そっち側の問題。あ、でも重そうだな。結構重そうですよね。これ当たったら。あのスタバは2倍になるけど外れたらもう全員のスタバなくなるから当たらないと思われてる。何キロだから結構当たりやすいんだよ。でも めっちゃ重いってことでしょ。普通予想ついた。あ、何キロ。いやいいよ、ちょっと先答えて。何キロ。え、でも大体まあ予想は何キロ。背負える3、うんあのね、タンクみたいな25リットル。おー、そう、タンク、ね、俺だったら10で限界。あ、え、でも10は余裕じゃない。無理だよ。え、だって女の子が持ってるんですよ。でもめっちゃ重いやん。そうそう、動いてるから骨折れちゃう。めっちゃ重いやん。10肩、あ、10、あ、15。うわっ、16。いや、そんな半端なことある。1な微妙なタイムはないだろ。正解ね、15キロやん。おぉ、おぉ、じゃあ、スタバ2倍。2倍だ。そんなに飲む、そんなに飲む。スタバ2倍、そんな飲む。2杯ずつ、いっぱいくれへん、うちらに。それそしたら4じゃけない。じゃあみんなで乾杯しましょう。15も持ってるんだ。まあ、ちょっとどう、これでまた歌について学んだんちゃう。ちょっと確かに。でもグリーンライトの5回解けてよかったね。いや、よかったです。ずっと芝生をイメージしながら歌ってたの。そうです、そう、芝生とあのライトをイメージして歌ってたんで。球場をイメージしてたんだね。はい、これからミスター徹くんを。あ、そう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 、歌います。そういうこと。よかったですね。みんなもそういう気持ちで、みんなも一緒に勉強して嬉しいなと思いますね。どうでした、ラジオ。そろそろ終わりですけど。あ、もう終わり。早いね。そうなのよ。あっという間。あっという間。あっという間。楽しかった。よかった。初めてのゲスト出演、こう仲のいい。いや、よかったね。嬉そうだったね。よかった。安心して喋れました。あ、よかった。嬉しい。昨日クイズ考えたね、これ。俺頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。全曲歌詞見て。いや、すごいね。すげえ。ちなんでない曲もいっぱいあるのよ。ちなめよと思いながら。一応ちなめ、一応ね、野球、そうね、野球少年の歌、少女の歌があるからね。そうそう、とかもうって思いながらね、聞いてました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか告知事ありますか？じゃあお願いします。はい、いくつかあるんですけど、8月の27日、こちら、そうですね、来週、来週の日曜日に、江坂ミューズさん、大阪初の大阪遠征、プレイスオーダーさんもご一緒させていただきます。楽しみ、楽しみです。本当に楽しみ。一緒に串取り食べよう、食べよう、食べよう。美味しいもんいっぱい食べに行こうね。食べに行こう。せやねん、せやねん。ちゃんとライブするところだからね、俺ら。そうだよ、ライブしに行くんだから。たこ焼き食べに行くんじゃない。食べてライブして食べましょう。そうしよう、そうしよう。はい、そして2つ目が9月の26日に、こちらまたプレイスオーダーさんも一緒にやっているフォーマンライブ月1のに、出演。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、頑張ろう、頑張りましょう、頑張りましょう。まあこちらね、あのいつも通りコラボとかも、はい、セッションとかもあると思うので、楽しんでいきましょう。絶対来た方がいい。はい、何ですか。あ、全部俺言っちゃっていい。いいですよ、独占していいの。いいですよ、言っちゃってください。何ですか。はい、今年の10月から2周年のワンマンでも発表したんですけど、 FM 富士さんで僕たち初の冠番組を開けたしました。すごい、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。今日その練習みたいな感じで、なんかどういうラジオ、どういう感じなんだろう。これ参考にしたらあかんだよ。いやいや、そんなことないじゃないですか。めっちゃ参考になりましたよ。シュー君のガヤの入れ方とか、ガヤの入れ方、後ろからわーって。そうそうそう、いいえ、楽しみにしてます。ありがとうございます。10月からよろしくお願いします。時間帯はまだね、追って決まってないので、追って改めて。でも時間とか言えないけど、みんなきっと聞けるような時間に楽しみありますんで、皆さんぜひね、聞いてください。うちらからもちょっとサクサクと行きましょう。はい、8月22日あさってですね、僕たちの大好きさ君がの MV が公開されるので楽しみにしてください。はいよ。そして10月13日に僕たち2周年プレイスオーダー2周年記念のワンマンライブが、渋谷デュオでございますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。それ最後にもう一個。はい、そしてその翌日ですね、翌日、2周年ちょっきりの、ライブがあるので、こちらもぜひ来てください。お願いします。お願いします。本当に今日は来てくれてありがとうございました。本当にありがとうございました。それでは僕たちがプレイスオーダーとプレイボーイでした。
打ち合わせしてないから。ごめんなさい。ありがとう。